なんだ。音量66。はい。どうやるかというと、ああ、わかんないかな？わかるかな？44。一番下にレコーディングっていうのがあるんですよ。右から2、4、5ぐらい。で、それをクリックすると、ミーティングホストに、音量44。レコーディングの許可を。もう一回やってくださいと。もう一回やってみてくれますか？このコンピューターにレコーディングってのは出ないですか？スポットライト。次らがミーティングに参加。あ、出てるんじゃないですか、これ。出てるね。このコンピューターにレコーディングって出てるでしょ？その項目はないですね。あ、それもないですか？うん、ちょっと待って、すみません、感化者の感じ。スポットライト、ビデオのキャンセル。ね、ヤスコ、ミキがミーティングに参加。オーブが大和田博士がミーティングを退出。柿島さんは今共同ホストになってるからそうか。僕のよく知ってる方が。まあいいか。うん。まあ多分大丈夫。お力にならなくても。いやいやいや。おかしいな。もう一回やってみてくれる？はい。下にレコーディングっていうのがあるんですよ。レコーディングをします。一回押す上に、このコンピューターにレコーディングっていうのは出ないですかね。うん、2つあって分かりにくいか。ないですね。ないですか。うん、うん、じゃあまた後から。ミーティングに参加。はい。テキストポストは北に制度。あった。このコンビニにレコーディングがありました。じゃあその中身に押しておいてください。スラッシュ、スラッシュ、スラッシュ、ピリオド、URL のコピーの確認、テキスト、参加者 ID は75万2266です。それではね、時間。ミーティングルームの文字入力の下に、テキスト、ミーティング ID は378。聞こえますね。テキスト、テストは下に制度、テキスト、URL は HTTP の URL の確認。どなたかの読み込みが入っていて、これはどなたか、大丈夫？今ミュートにしたので大丈夫です。あなたのところでなってたんですか？いや、私じゃないんですけど、みつるさんっていうか、わかりました。はい、音が出てます。それじゃあ行きます。はい、見えてますか？はい、見えてますよ。見えてます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大きく出ました。私のスピーカーが出ちゃってるのかな。ん？聞こえ、大丈夫ですか？今なんか喋っちゃったみたいな。でも全然大丈夫ですよ。よかった。じゃあ、始めてよろしいでしょうか。はい、結構です。よろしくお願いします。では、始めたいと思います。はい。早子のトークと弾き語り、皆さん、ご覧くださってありがとうございます。ありがとうございます。今日もゆるい感じでお届けしたいと思います。ではですね、私ね、ちょっと決めたことがあるんです。オープニングとエンディング、の曲をですね、もう決めちゃおうと。ああ、素晴らしい。はい。それでですね、まあ、なんで、自分のオリジナルなんですけども、皆さん、またかよと思うかもしれませんが、皆さんに覚えてもらって、で、まあね、お会いした時とか、何人もでこう、歌えるようになった時に、一緒に歌ってみたいな、というですね、野望がありまして、オープニングの曲から行ってみたいと思います。あれが来るかなっていうのを皆さん、ね、予想がついてる人が多いかなと思いますけれども、では行ってみましょう。ドキドキ。
聞こえてますよ。聞こえてます。ありがとうございます。うん、ですね、先週もちょっと家族ネタを最初に話したと思うんですけども、今日の家族ネタ。昨日ね、すごいなんか今頃気づいたのかって言われそうなんですけど、トランシーバーで子供と遊べたんです。で、ちょっとね、柳沢慎吾さんみたいにこう遊んでたわけです、私ね。どうぞみたいな感じで、こう警察の真似をしてですね、こうボソボソ話したりとか、やってたわけなんですけども、
なんか子供たちが笑うんですね。何その最後に言う、どうぞ。何って聞かれてもですね、いやこれどうぞってみんな言ってるじゃないっていう話をして、なんでこういうふうに言うかわかるっていう私が子供に聞いたんですよ。で、その、わかるって聞いた瞬間に、なんか、頭の中で、腑に落ちたんですね。で、自分の話すことが終わりました。喋っていいですよ。どうぞっていうために、どうぞって言ってるんだな。って思って、なんかね、妙に感動しちゃったんですよね。バカですよね。もう本当、どうもすいません。そしたらですね、あの子供に、そうだよ。あの、喋ってもいいですよって言うんで、どうぞって言うんだよって、子供の方が先に知ってたわけですね。でも、あの、父にも、大爆笑されましてですね。もう本当に、そんなことも知らなかったのか、みたいな感じになっておりますけれども、まあ、毎日楽しいなと思いながら、まあ、こんなご時世ですけどもね、家の中で、過ごしておりますけれども、こう、まあ、小さいことでもね、やっぱりこう、幸せとかね、楽しいなっていうことを見つけて過ごしたいな、なんて思っております。先週ですね、やらせていただいて第1回目。でね、リクエストありますか?みたいなお話をしたらですね、まあ、2曲リクエストいただいたわけなんですね。で、1曲は、ちょっと1番だけやりましたが、花水木、原さんがリクエストくださいました。そしてですね、番組中ではなかったんですけれども、メールをいただきまして、リクエストいただきました。高知の藤原さんからリクエストいただきました。今日は聞いてくださってるでしょうか。うん、じゃあ花水木。はい、花水木。花水木聞きに来ました。来ました。はい、花水木全部やります。やったね。ありがとうございます。はい、あ、でね、その、メールでくださった方のリクエストは、千の風になって。ね、うん、それをですね、2曲お送りしたいと思っております。どうなんですかね、立ったらやっぱり見えなくなっちゃいます。そうですね、顔が見えない。そうですよね。それでいいよ、それですごく良い位置だと思いますよ。あ、わかりました。うん、ちょっとね、立ってやった方がやりやすいなと思ったんですけど、じゃあ座ってやりたいと思います。はい、では、花水木と、そして千の風になる。2曲続けてお送りしたいと思います。でも、なんかでもなんか、うん、顔を描かないっていうの。うん?あ、見えるよ、大丈夫。見える、ほら見える。うん、いきます。夢がちゃんと終わります。
ありがとうございました。ありがとう。ブラボyou
私のお墓の前でだから入れください、そこに私はいません、死んでなんかいません、けどこうね、いつもとなんていうのかな、環境が違うというか、なんかこう家の中にいるのに、家の中にいるのにこう緊張、お客さんが見てるみたいな、なんかこう不思議な感じもしつつ、でもすごくこう先週も言ったんですけど、あったかい感じが、うん、しますね。なんかみんなが見てくれてる、聞いてくれてるって思うと、なんかね、こうちょっと嬉しくて、こみ上げてくるものがありますね。さあ、私喋るの得意じゃないんで、ゲスト、おしゃべりしてくれる相手をですね、ゲストの方、おもり役みたいな感じですけども、お呼びしたいと思います。柿島さん。はい。はい。おしゃべりの相手役が来ました。はい。柿島みさると申します。おもり来てくれるんだ。ありがとう。はい、どうぞお手柔らかによろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。柿島さんとの出会いはですね、うん、どのくらい、もう、5、6年。何年ですかね。5年、うん。ですよね。そうですね。はい。Dialogue in the Dark といってですね、暗闇のエンターテインメントがあるんですけども、そこで、すごい短いね、この紹介ね。いずれ詳しくゆっくりとですね、もうダイアログのことを紹介する日みたいな感じのことね、そういう日を、もうぐ、もうべったりばっちり喋るっていう日を作りましょうね。ぜひ。もう今日はですね、柿島さんとのですね、そのダイアログインザダークの、その暗闇の中で、お客様をご案内する。アテンドという、なんていうのかな、お仕事がありまして、そこに柿島さんも私もやってるんですね。そこでやってるんです、アテンドをね。はい。その一番最初今この状態よ。
どの状態？ダメだ。聞こえちゃった。そう。で、いらっしゃいませ。でですね、そこで一番最初に、確かお客さんのアテンドをした時というか、ちょっとね、バーがありまして、皆さんに、お飲み物とね、おつまみをご提供するというですね、場所があったんですけども、そこで一緒にやらせていただいたのが初めてだったっけ。ね、どうかな。当たり前のような感じで、いつの間にかいたっていう認識なんですけど。いや、なんだろう。そう。ですね。うん。まだその見習い中の時とかにもですね、まあ、柿島大先生にですね何を言ってるんですか、教えていただいたわけですよ、ね、それでですね、最初の印象としては、あ、なんかちょっとクールな感じだなと思ったわけです。おお、いいですね、うん、いいんだ髪としてはいいんじゃないですか、こうちょっとクールな感じっていう。クールな感じ。ねえ。そうそうそう。そこからどう変わっていったんですか。ね、だからね、クールな感じだから話しかけづらい感じだったんですね、私。あ、そうなんだ。そう。だからこうなんか一緒にやらせてもらってても結構ドキドキ、なんか怖がってたんです、本当は。そんなことが全然僕には伝わっていなかったという衝撃の事実が今日分かりました。そうですか。あ、そうだったんだ。そうなの。へえ。で、ああ、でもなんかこう、この人は私を鍛えてくれる感じの人だなっていうふうに思ってですね。おう。で、それで、まあ、ずっとお世話になって、で、もうね、その柿島さんの、なんか柿島さんっていうとなんか別の人みたいだよね。なんか普段の呼び名にしますか。そう、なんか変な感じでしょ。そうそう、ぎこちないですよね、なんか、ね。でしょう、うん。そう、私たちニックネームで呼び合っているんですけども、柿島さんはカッキーなんですよね。はい、カッキーです。はい。で、カッキーと、何の話したっけ？あ、そう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 。カッキーのすごいところ。カッキーはね、本当に、いつも冷静で。まあ、わかりませんよ。腹の中はわかりませんよ。腹の中はわかりませんよ。そう。はい、トトミはいつも冷静でですね。そして、その、なんていうのかな、語彙力と、あとは、分析力？おう、うん。なんか、後ろに配合例が来ました。すいません。はい、ゲスト。そう、ゲスト。なんかね、その語彙力と、その、分析力。うん。あとね、その、すぐ自分のものにこしてしまう。いろんなこと。おー、そう、初めてそれは言われましたね。聞いたことをやっていくことを、こう、自分のものとして、ちょっと、肩締めないで、ぐんぐん、取り込む。取り込んでまた教えてくれるわけでしょ。だから、うん、その、インプットとアウトプットの、バランスがね、こう、めちゃくちゃ素晴らしいと思うんですね。あ、そうですか。嬉しいですね。羨ましい。もっと褒めて。うん。もう本当にね、あなたは素晴らしい。あ、そうですか、ありがとうございます。そうそう、具体的にはないと、なくて素晴らしいって言われるとちょっとなんかなと思いますけど。え、でもさ、こういろんな引き出しを持ってるじゃないですか。あ、話題が豊富でしょ。うん、うん、で、これこれってどういうことって聞くと、なんかこうすぐ帰ってくる。うん、うん、もう何でもカッキーに聞いちゃおうかなみたいな。
なんかそういう、そんな感じですか。なるほど。はい。頼りにしてますね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんなカッキーです。はい。そう、カッキーが、この、ミラクルテレビに、まあ、私を紹介してくれた。つないでくれた。っていうのが、もう一つ。すごく感謝すべきことなんですよね。ありがとうございます。いや、こちらこそです。ぜひ、これからも出演してください。はい、よろしくお願いします。はい。カッキーは、囲碁に長けていまして、囲碁に力を入れていましてですね。はい。はい、なので、視覚障害者の囲碁教室だっけ？タイトル。違った？視覚障害者への囲碁入門講座というものをやっております。囲碁入門講座、入門講座ね。ね、はい、木曜日の夜8時半から。はい、8時半から9時半まで1時間、毎週やっております、はい。はい、やってくださっております。私もですね、そして子どもたちも一緒に見させていただいて。うん、ね、響き、囲碁好きなんだよね。うん、できると言っております。この間すごいいい手を響くんが打ってくれて、これでなんか僕負けましたからね。あの響くんの手が光ったからこう僕負けた感じがしますね。いえ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 。うん。採用してくださったっていうね。それもありますね。もう本当嬉しいです。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。うん、なんかカッキーはこう、こんなこと話してみたいなとか、この見てくださっている方にこんなこと聞いて質問してみたいなとかありますか？いや、僕ぜひね、この司会者の彩子さんに質問があるんですけど。はい、何でしょう。僕もあの歌は嫌いじゃないんですよ。うん。でもね、なかなか歌詞が覚えられなくて。はあ、はあはあ。なんでこう、まあ、花水木とか今、千の風になって歌いましたけど、歌ってくださいましたけど、歌詞がそんなにスルスル覚えられるんです。いやー、なんかね、スルスルとはいかないですよ、やっぱりね。コツがあるの？何？コツは、山彦うるさいね。コツがあったら私も知りたい。コツがあったら私も知りたい。とにかくいっぱい聞いて、いっぱい覚え、あ、いっぱい口に出して。あ、口に出すのが大事。はい。いっぱい歌って、うん、歌ってで覚えていく。で覚えていく。で、音がついてますから。うん、だから山彦うるさいって。山彦さん、山彦さん。はい、山彦さんを BGM に送る。いいですね。はい。はい、そう。なので、あの、音がついてるから、普通の例えば文章とかを覚えるよりは、覚えやすいんじゃないかなと思うんですよ。リズムついてるし。ああ。その、インっていうか、メロディーのラインに歌詞が乗ると。うん。もう正直僕ね、完全に、歌詞覚えてるのが 1,2 曲ぐらいしかないんですよ。え、何ですか？何覚えてる？津軽海峡冬景色ぐらいしかないんですけど。おー、いいですね。どうやったらそうたくさん覚えられるのかなっていうのを聞いてみたかったですね。そうですね、いいですね、そうですね。そうですね。ありがとうございます。響さん、ありがとうございます。最強ですね。ありがとうございます。津軽海峡冬景色か。ね、あ、じゃあ来週リクエストしようかな、歌ってもらおうか。あ、津軽海峡？演歌とかどうなんですか？演歌はね、越冬つばめぐらいしかやってない。いいですね。わかりました。じゃあ来週までに津軽海峡を行きたい。緑、はい、緑の。で、あれですか？今日も何かリクエストを。あ、いいんですか、そんなに贅沢言っちゃって。はい、ぜひぜひ、はい、せっかくですから。はい、僕もあの最近知ったんですけど、はい、彩子さんの曲で、あなたがそばにいてくれるだけでっていう歌がありますよね。はい、でこの歌をぜひ歌っていただきたいんですけど。はい、ありがとうございます。なんかこう、曲ができるまでの何かこう
エピソードとかあったらそれも聞いてみたいなと思う。あのですね、この曲は山梨県の中学校の皆さんと一緒に作ったものなんですね、うん、で、まあ、中学校やまあ小学校にもありますけど、こう福祉の、そうそう、ね、授業があると思うんですけども、縦割りというか、中学生たちがね、くじ倒しというか、この学年のクラスの垣根を越えて、1年から3年までですね、いろいろグループに分かれて、福祉に関する活動をするわけです。あるグループは、老人ホームに行ったりとか、あるグループは、なんかね、子供たちと関わってみたい、小さい子たちとね。で、そんなグループの一つに、盲導犬のことについて、調べたりね、啓発をしていこうというですね、グループがあったんです。はい、で、ちょうどね、その先生と、中学校の先生と、山梨県の、盲導犬のユーザーさんが、まあ、お知り合いで、山梨県のユーザーさんと私が一緒に、盲導犬の訓練に入っていた時期がありまして、それでね、ご縁があって呼んでいただいたんです、うん、みんな音楽が好きだから、まあ一緒にね、啓発活動もしたいけども、みんなで音楽やって楽しもうよ、遊ぼうよみたいなことも言っていただいてね。で、中学生たちがね、啓発に関してはポスターとか作ってくれて、犬にもね、ベスト、犬が着るね、洋服も作ってくれたりして、で、それを着てね、スーパーや駅にポスター貼らせてくださいなんてお願いしに行ったりとか、で、あとはね、3回くらい学校に行ったんですけども、学校に戻って、皆さんが作ってくれたお菓子、おやつを食べながらね、みんなで歌ったり演奏したりして遊んでました。で、学習発表の時にみんなで歌を作って歌おうということになってですね、皆さんに詩を書いてもらって私が曲をつけました。盲導犬のキャンペーンソングが出来上がり、そして学習発表の場で一緒に歌うことができました。そんな思い出の曲です。ピンコーンってなんかこう、ね、クイズが正解したような音がいっぱい鳴ってますよ、うん、はい、ということでですね、あなたがそのエピソードあったんですね。そうなの、いてくれるだけ、うん、だからね、その子供たちが作ったんで、その当時すごい長いタイトルが流行った時期なんですよね、うん、ああ、こう愛のままに、わがままに、僕は君だけを決めた、そうやたらと長いタイトルありましたね。僕がどんなに君を好きか君は知らないとか、なんかそういうのあったね。ありましたね。で、なんか長いタイトルになったんですよ。うん、うん、でも、こうあなたがっていうの、うん、あなたは何を指してるかとかご存知ですか。あなたは犬です、盲導犬。ああ、なるほど、はい、でも、皆さんそれぞれに当てはめて聞いていただけたらいいと思うんですね、うん、うん、まあ、ね、パートナーでもいいと思います、うん、子供たちでもいいと思います、うん、ペットちゃんたちでもいいと思います。それぞれお友達でもいいと思います。それぞれの、うん、大切な人たち、ね、を思い浮かべながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。では、あなたがそばにいてくれるだけを、だけでを演奏します。Thank you.
ありがとうございます。いや、歌詞が抜けちゃいました。あ、そうだったんですか。え、分からなかった。あ、すごい久しぶりに歌ったんですよね、これね。うん、うん、私の盲導犬3頭目なんですけども、あの、かれこれ1頭目の時の、歌なので、まあ、その時からね、しばらくは歌ってたんですけど、なんか最近別に何があったってわけでもないんですけど、歌わなくなっちゃって、うん、でもね、あの、せっかくのキャンペーンソングですから、やっぱりこれを機会にどんどん歌っていこうかななんて思っています。歌詞もそんなに長くないし覚えやすいですよね。そうなんです。自力でこう2番を作ろうと思ったんですけど、うん、できなかった。なるほど。うん。カッキーは替え歌とか作ってるんだよね。替え歌作るのは好きですね。こう、最近のは？最近はですね、僕の世代の人たちはみんな知ってると思うんですけど、うん、それが大事っていう歌が流行ったんですね。僕の高校かな、中学校時代かな。あの、負けないことってやつね。それそれでそれです。はあ、はあははあ。それの、うん、今のこう三密を守るバージョンっていう、三密それが大事っていう替え歌は最近作りました。はい、どんな歌詞なんでしょう。歌ってよ。あの、まあ、寄らないこと、集まらないこと、うん、締め切らないこと、うん、マスクすること、うん、コロナになりそうな時、うん、それが一番大事。それが一番大事。はあ、はあ、っていう歌詞をね。作ったんです。いいですね。はい、Facebook に載せたら意外と好評だったっていうオチがあります。いいですね。え、続きえ、続き、これ全部覚えてないです、うん、あ、そう、まだっけな。あ、はいはい、まあ、1番は多分全部作ったんですけど、2番、3番はまだ、制作中ということで。あ、ほんと、はい、そうか。じゃあ、ぜひですね、ちょっと、出来上がったら教えてください。わかりました。ぜひ、歌っていただきたいと思います。よいしょ。さあ、さっき、カッキーからは、津軽海峡、冬景色？はい。うん。のリクエストをもらいました。
ね。聞こえます？はい、聞こえます。はい、聞こえます。さあ、では今日聞いてくださってる方からもちょっとリクエストを募りたいと思います。何かこんな曲聞いてみたいよという方いらっしゃいますか？ミュートを解除していただいてですね、ぜひ教えてください。誰かいませんか？結構ベストフレンド。誰か言ってくれてる。ベストフレンドとか。ベストフレンド。キロロさんの。キロロさんの。ベストフレンドね。うわー、すごい懐かしい。でした。はい、お願いします。ベストフレンド。ちょっと待ってね。そうだな。来週です。来週。ごめんなさい。ちょっとね、歌詞が怪しいので。じゃあ、ベストフレンドね。ベストフレンド。ベストフレンド。はい。ベストフレンド練習してきます。宿題できた。他にリクエストある方いらっしゃいますか？あやこさん。はい。ココアを聞きたいです。ココア。私のオリジナルのココアでいいんでしょうか？そうです。やったー！ありがとうございます。嬉しいな。ね。ここはね。ここは。はい。では、ここはを歌いたいと思います。
聞こえてますか？あやこさん、ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。ね、こんな風にですね、やっぱりその、なんだろうな、コンサートだと結構いっぱい通行的なところがあったりするんですよね。まあ、会場の皆さんが、ね、拍手してくれたり、私もね、問いかけをどうですか皆さんって問いかけをしてみたりとか、丸×クイズをやったりしてみますけれども、あの実際にねこうインタビューしてみたりとか、なんかそういうことってないので、なんかこうやって、まあ、実際にね、聞いてくださっている方と、まあ、お話をしながらこうやっていくって、なんかすごくあったかくていいなってつくづく思っています。今日はねあんまり皆さんと、先週は結構ねお話しながらやったんですけども、聞いてくださってる皆さんと、まあ、双方向でねこう会話したりっていうことも、まあ、今日はね、カッキーがゲストに来てくれましたので、来週もこんな感じでね、みんなでおしゃべりしながら、進めていきたいと思います。リクエストも受け付けておりますので、まあ、個人的に、ご連絡いただいても構いませんし、こういうね、この放送の場で、こんな曲やって、ね、この曲聴きたいよみたいなリクエストがありましたら、ぜひお知らせいただけたらと思います。今日はカッキー来てくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また呼んでください。はい、ありがとうございます。そして聴いてくださった皆様、リクエストをくださった皆様、本当にありがとうございました。来週もこんな感じでゆるくお送りしたいと思いますので、3時半、15時30分にお会いいたしましょう。この番組のエンディングテーマは私のオリジナル曲ありがとうを聴いてください。ありがとうございました。ありがとう、温かな笑顔で、いつもありがとう。
Mm-hmm.